ベルランゴはシトロエンが製造、販売している小型ライトバン、またはラブである。ルノーカングーに対抗して、シトロエンクサラとシトロエン C4 のプラットフォームを利用して作られたバンである。プジョーで同系のパートナーが製造されている。レジャーアクティビティビークルも存在する。1996年7月に販売を開始。乗用車仕様はマルチスペースと呼ばれる。 2002年マイナーチェンジを実施。2004年2度目のマイナーチェンジを実施。関宮の人気もあり1998年に新西部自動車販売が輸入自動車特別取扱い制度を利用した数百台規模での輸入を計画した。同年のフレンチブルーミーティングで同社に対するイメージを問うアンケートも行われたが、当時のカタログモデルであった。 クサラの販売が伸びなかったため中止となった。そのため、限定車のデモカーとしてわずかに輸入された個体と、個人輸入の個体が日本に存在する。2008年1月に正式発表、4月に欧州市場で販売を開始した。乗用車仕様は、マルチスペースと呼ばれる。2012年3月、ジュネーブモーターショーにて、フェースリストされたモデルを初公開。 グリルのデザインを変更したほか、オプションでバンパーに LED を設定できる。2012年9月のハノーバーモーターショーにて、エレクトリックベルランゴを初公開。ベルランゴベースの電気自動車で、三菱自動車製のモーターを搭載する。2015年3月、ジュネーブモーターショーにて、フェースリストされたモデルを初公開。グリルやバンパー、LED データイムランニングライトのデザインを、 変更したほか、テールランプも改められた。また、新たなディーゼルエンジンも設定された。2017年3月21日、欧州向けに乗用車仕様の電気自動車 E、ベルランゴマルチスペースの設定を発表した。蓄電容量 22.5kWh のリチウムイオンバッテリーを搭載し、モーターの最高出力は 67HP。 最大トルク 20.4KGEM を発揮する。2018年3月、ジュネーブモーターショーにおいて初公開された。プラットフォームには、PSA グループの EMP2 が採用される。フロントマスクなどには、他のシュトロエン車と共通の最新デザインが導入されている。ボディサイドには、C4 カクタスと同様に空気を内包したエアバンプの装着が可能で、エアバンプは、 衝突時に、車体や歩行者に伝わる衝撃を軽減させる。5名乗りのショートボディ、M と7名の乗りのロングボディ、XL が設定される。パワートレーンは、1.2リットルガソリンエンジンと1.5リットルディーゼルエンジンで E と8と呼ばれる8速 AT を組み合わせる。2018年6月26日、欧州向けに、商用車仕様を発表。乗用車から独立し、 ベルラン5番と呼ばれる。充実した安全装備が設定されている。2019年10月18日、日本向け仕様が発表され、翌日9時よりオンライン予約注文申し込みの受付を開始。導入されるのは特別使用車デビューエディションで1.5リットルディーゼルターボエンジン、ブルーリと8段 AT、E と8を組み合わせる。その他、 先進運転支援機能も充実させている。2019年11月27日、同年10月18日に行われたオンライン予約注文申し込みが5時間半で完売したことに伴い、追加の予約受付が発表された。追加の予約注文申し込みは、同年11月30日に行われ、最初の予約注文申し込みとほぼ同じ時間で完売した。 2020年8月26日、カタログモデルの先行予約を同年8月27日より開始、同年10月1日より販売開始することを発表した。今回導入されるのは装備が簡素化されているフィール上級グレードのシャイン17インチアロイホイールやマットオレンジのアクセントカラーを配した特別使用者、シャインに XTR パックの3モデル。 パワートレインはデビューエディションと同じく1.5リットルディーゼルターボエンジンブルーディに8段 AT、E と8を組み合わせる。先進運転支援機能も充実させており、全グレードに標準装備となる。2020年10月9日、特別使用者、社員に XTR パックを追加生産して発売すると発表。予想を上回る注文が集まったためで、使用は 同年8月26日に発表されたモデルと同じ。ボディカラーはサーブルとブランバンキーズの2色が用意される。ありがとうございます。